えー、沢田役を演じました堂本剛です、えー、皆さん、えー、お忙しい中お時間いただきありがとうございます、えー、本作を通してですね、えー、たくさんの方々の心に自分の人生とは、えー、自分とはそういった問いかけを大きく 時間をかけながらゆっくりゆっくりとしていくようなそんな作品になったと思っておりますのでぜひ世代を超えてたくさんの方々に見ていただければなというふうに今思っております本当にありがとうございますはい、横山演じました綾野剛と申します皆さんお集まりいただき本当に感謝しております短い時間ですがよろしくお願いします さあそしてご共演の皆様には堂本さんと共演された印象ですとか撮影時あの残っているエピソードをそれぞれ伺っていきたいんですが綾野さん、どういった思い出がありますか、はい、あとても温かかったです、本当にあの個人的にあの剛さんと一緒にあの仕事ができることもあのとてもご褒美のような時間でしたし、まあ、何より、そのなんていうんですかね。うーん 他者に対する愛情といいますか,そのうんなんか体温をちゃんと届けてくれる方ですのでその現場ではなんかお互いにぬくぬくしてしまってなんかこたつに入りながらずっと喋っているみたいな実家感と言いますかそうでしたね実家感があってスケジュールも結構こうタイトな日もありましたけどなんかのんびり。 いうに喋ってました合、ねはい、今も <laughs>、はい、役とかあの役者とかそういうな肩書きなしで人同士で喋ってるってい時間がとてもこの作品にとって一番重要だったのかもしれないなとあの出来上がった作品を見てその吉岡さんもあの森崎くん小林さんもこう皆さんのその映、うん、し出されてるもの っていうのはなんか表面的なものじゃない内面的なものってのはすごく感じられて、あのやっぱ映画って素敵だなって思いましたね。はい。いやその雰囲気映ってたと思います。あのところで綾野さんは強さんって呼ばれてるんですか。はい、はい、強さんって呼んでます。あそうなんですね。か。いやいやいやそういえば字が一緒だなと思いまして<あ>おさんと。はい、はい、そうなんです。はいそうですよね。字が一緒です。はい。<laughs> <laughs> 堂本さんは綾乃さんなんて呼ばれてるんですか。僕は多分あの彼が。ずっと呼ばれてないだろう。これからも呼ばれないかもしれない。いろいろこう考えた結果、あやちゃんって呼んでます。<laughs> はい。あ <laughs> やちゃん剛さんで、はい、通ってますね。はい。あやちゃんで呼ばれてます。堂本さんのクランクアップの時に。現場に駆けつけたというお話を伺ったんですが。はい、あ、はい。 僕のクランクアップのときに剛さんが来てくださってそれがなんかとてつもなく嬉しかったんですよ純粋に気づいたら剛さんのクランクアップに僕もいました <laughs> はいそうですね野本さん、はい、クランクアップのときに綾野さんいらっしゃるっていうのはいやもう全くもちろん気づいてなくてでやっぱりねお忙しいだろうし ああいう,こうクランクアップの時ってあの主演を務めさせていただく時は1人で迎えることもやっぱり多かったですので,でその日は非常に何とも言えない綺麗な夕日の何とも言えない美しい景色を見たあと撮影以上になりますというスタッフさんのお声の後に。 サーって遠くから声が聞こえてきてそしたらあやちゃんが走ってきたんですよなんとも言えない感動的なシーンでしたねえー、なんかもうこのシーンも撮りたいなぐらいのなんか綺麗な景色でしたちなみにそのシーンは監督撮ってはい,いってないんでごめんなさい撮ればよかったすみません花束持ってね現れたんですよね ケーキいただきまして <laughs> はいあの美味しくいただきましたありがとうございましたあ、ね、バレンタインデーだったんで <laughs> <laughs> はいそそれでチョコレートのケーキいただいたんですありがとうございます <laughs> 素敵なエピソードありがとうございますではあのー、今日ご取材いただいている皆さんそしてカメラの向こうで映画楽しみにされている方大勢いらっしゃると思うので、はい、最後に代表して堂本さんより締めのご挨拶いただいてもよろしいですかはい これでで終わりますすかそうなん用意していただいたのがあったと思うんですが残念ながら時間の関係で夢中な○○とか一応○にかけてありましたけどね一回一生懸命考えてきたんですけどなしにしてこれで締めるってことですね先ほどお伝えもさせていただきましたけれども本当にこの映画に漂う 空気っていうのはどういうものなんだろうなってずっと考えたり悩んだりしながらあの何度も台本読み返してで演じてまた台本読み返してそんなことをずっと繰り返しながらやってきたんですけれどもこの映画に漂っている空気ってすごく優しいし。 でもただ優しいだけじゃなくて本当に強いものがあるなって思ったんです。で人っていうのは優しくなること強くなることっていうことが、うん、毎日がやっぱり忙しいと叶えられなかったりすることも多いだろうなとか本当にいろんなその 作品に漂っている優しさと強さによって本当にいろんなことに気づかせてもらいましたしいろんなことを考えもさせてもらった、まあ、そんな作品ですなのであの本当に世代を超えてたくさんの人々に映画館でこの作品と対話してもらいたいなっていうふうにすごく思ってます 自分の心をこの「丸という作品につなげて自分の人生のことだったり自分のこれからあるいは自分の今いろんな自分を考えていただけたら感じ取っていただけたらいいなとも思いますしこの澤田はじめ皆さんが演じてくださった役を通してこの物語を通してですね監督の思いのこもったこの「丸を通してたくさんの人々 その人々の今が自分らしくてそしてこれからの未来がもっともっと自分らしい未来につながるようにそんな勇気と力を与えられたらなと思って、えー、みんなで一生懸命楽しみながら演じて作った、えー、この「丸という作品ですのでぜひ本当皆さんあの素直な、えー、純粋無垢な気持ちで、えー、この作品と対話してください、えー、本日はお忙しい中お時間をいただきましてありがとうございました。 ありがとうございました。皆さん、本当にありがとうございます。では、目線をステージから見て、右のあのライトがついている、あのスタッフが振っているあたり、はい、そうですね。ご覧ください。よろしいでしょうか。では、センター、もう一度オフィシャルを取らせてください。可愛いのでも。急なオーダーで、皆さん、ご対応ありがとうございます。